よ、うん、そうだと思ってるよ、うん、どうだろうな、いつ俺放送休もうかな、ちょっと2日間休みが欲しいなと思って、21日22日14日15日も、あ、違う、ダメダメダメな、うなちゃんマン番だよ、革ジャン、革ジャンパー、うなちゃんマン配信しないで心配だよ、つうかふわっち番中で多分1ヶ月番ぐらいなんじゃないの、1ヶ月か2週間番か、ゲルゲのことをディスったんでしょ、ゲルゲのことをディスって番だから番長いよね、俺人を殴って1週間番だったけど、うなちゃんも長いような気がする、今ツイキャスやってるでしょ、ツイキャスで、うん、皆さんナイスお願いします、いナイスお願いします、いけてて、ナイスをね、うん、いや2日間ぐらい休ませてよ、うん、ちょっと小旅行行こうかと思って、小旅行を計画してんの、小旅行を計画してて、年明け1月はちょっといろいろと充実した日々を送ろうと思ってて、で2月から本格的に配信力入れていこうと思ってて、うん、正月も対応してくれた、正月もっていうかやってた、今日からでしょ多分活動したのは、うん、金麦屋して3日から営業開始だから、多分3日から届けてくれてるんじゃない、うん、携帯電話ね、よかったよ、これで携帯使えるよ、今まで何 Wi-Fi で飛ばしたからすげえ不便だった、うんうん、何早速そこ佐野さんが存在感があるのは俺と言うかぐらい、お前消えかけてるって言っておけ、うん、佐野消えかけてるぞって、あ、アトミックさん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。勝利いらっしゃい。あいつね、令和花火。佐野は消えかけてる。ちょっと待ってね、渋。よいしょ。まあ、存在感が本当消えてるよな、あいつ。どうすんだよな、マジで。もうちょっと頑張れよ。冗談抜きで、存在感忘れてたよな、うなちゃんまで話題出るまで忘れてるよ、冗談抜きで、佐野の佐野字も出ねえじゃねえか、今年から本気出すらしい、出せよお前、十何年やってきてな、十何年やってきて、ふわっち俺より先に始めてんのに、ふわっちをね、先に俺より始めてんのに、今から本気出す、遅いよ、佐野。K、うん、いらっしゃい。罰ゲーム希望いらっしゃいね。佐野くん番だってことすら知らなかった。だろ？もうそのレベルなんだよな。で勘違いしてんだ、あれ。バカなの。もうちょっと早く気づけよな、なんでも。だって俺より1年だか、もっとか、1年半ぐらいとか、2年ぐらい、ふわっちやってて、んで、ゆいががふわっち来ねえな、気に食わねえって言って、ゆいがもうあいつ関わらねえとか言ってたんだよ。で、あれなんじゃない？多分、俺がこの前イベントで稼いだでしょ？それってかなりさ、話がいったと思うんだよ。金牌とかも知ってるし。多分すげえでかかったなと思うよね。あ、ちょっと待って。LINE モバイル。あ、久保田もいらっしゃいね。いや、サミ。そうか、みんな暇なんだな、まあね、何にしろ。暇だということは分かったよ。6キロ、太り、いいなぁ。デキグルーアップ、当たんなきゃ意味ねえんだよ。ピッチャーゴールやしょうがねえ。いやぁ、正月らしいことなんもない。で、お金がないんだもん。しおりいらっしゃい。明けましておめでとう。あれ、しおりにサムネ変わった？正月らしいこと、お金がないから正月らしいことできない。
風邪いってるしね。風邪いってるから、外も、出たっけでしょ、外。1日からずっと出てる。あ、買い物行ったぐらいか。変わったよね。そうだね。すごい顔がはっきりしてるもん。2020年は。シーズンやるし。この、パッチリと目、パッチリとした目で。目が荒れてます。いやー、俺はね、まあ、2020年、いい年になりそうだよ。まだ3日だけどね。まあ、3日の時点で今年は悪い年になってるなってやつはいないだろうけど、僕おはよう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さんナイスの方ね、お願いします。まだまあ今昼でしょ。昼で57なので、ぜひね、120ぐらいまでは、120ぐらいまでは欲しいんで、よろしくお願いします。ナイスが伸びなくなってます。ちょっと悩んでるので、まあ僕だけじゃなく、配信者金杯とかでもナイスが俺とあんまり変わられないぐらいになったから、たくさんいいこと起こりますよ。ありがとうございます。ナイスね、ぜひ僕に集中させてください。あとね、2020年、そう、2020年は、僕の放送に仮想配信者が多く集まるようになると思います。はい。あ、新年明けましておめでとうございます。おはよう。おみくじさん、ありがとう。そう、2020年は僕の放送に多くの仮想配信者たち、まあ有名ではない配信者たちがよく放送に顔出してくれることになると思いますんで。はい。ナイス、集めにくくなった、本当に。本当難しい、ナイスは。なんかね、200、俺行かないもんね、今。1日200。おとといが180。昨日が、150とかかな。全然集まらん。2020年はどんな年にしたいか。2020年は、人に左右されない年になりたい。人に左右されない。漢字一文字、静。静かっていう字だな、静。500人集めた人でも300人やっとだもんな。300も厳しいよ。いや、300でも厳しいよ。300人集めて、さあ500人集めて300人でしょ。厳しいよ。くるぶしいらっしゃい。もう、俺は、本年は、リスナーのコメントでギャーギャーしたりとか、配信者がギャーギャーしたりとかしても自分は動かない、どっしりと構えとく、動くことが全てじゃないなって去年分かったので、動いて失敗したこともね、多々あったので、動かず、慌てない、それでちょっとバタバタした感はあったんで、自分の気持ちの面でバタバタした部分もあったので、今年は動かないですかね。動かない。まあ安定した生放送、なんか焦ってしまってる感はあったから、まあ焦らずやっていきます。あと、まあうちの放送に先ほど言った通り、仮想配信者が続々と放送に来ると思います。続々と来ると思います。それは、なんかうちのリスナーさんで投げ銭を良くしてくれる人たちが、他の放送に顔出して僕の宣伝をしてるらしいんですよ。まあもちろん僕のことは知ってるらしいんですけど、で、その、まあ、配信者は、投げ銭欲しいだろうから、多分、で、うちの放送の中心になる人たちが投げてくれてるから、基本的に。だから、まあ、僕に媚びへつらうじゃないけど、媚びてくる。まあ、そうすることって配信者同士いろいろ協力できるんじゃないかなと。ララいらっしゃい。ホースいらっしゃいね。向井幸宏いらっしゃい。イベントとかの時に、まあ、協力したりとか、何かできるんじゃないかなと思ってて、はい。なので、そうですね、どん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 でっかくなってくると思います。特に女性配信者たちが多分いっぱい顔出すと思うんだよ。投げ銭求めてるのが女性配信者たちが多いので、別に僕が顔出すわけじゃないですけど、
その鬼ごっこに控えてね、そういう交流を持っておくのもいいしね、リアル鬼ごっこ、まあちょっと楽しみにしててください、いろいろやるんで。テロップなんでスペイン語か、なんでっていうのは特にないけど、アルベイダおはよう、いや、あ、グランマさん、明けましておめでとうございます。今年度もよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、この状態が続くような状態。リカもおはよう。いや、この状態を維持したいね。1月だけじゃまだわからないので、どん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 維持し続けて、うまいようにやっていきたいよ。ああ、調子悪い。そうか、もう3日、明日からみんな仕事じゃないか、4日5日が土曜日日曜日だから仕事は休みなのか、大丈夫、調子悪い、でも放送やらないとなと思って、やっぱ多分喉がずっとやられてる状態だから、とろーっとしてほしいね。